9時になりました。皆さん、こんばんは。JOA のセミナー、一応第52回ということになっておりますが、第52回、コーチングの魅力ということで、お話をいただきます。1ヶ月前にいらっしゃった方もいると思いますが、2月の15日、ちょうど1ヶ月前ですね。こちらの方では、JOA のやってるコーチングの養成の仕組みですとか、イルマオエルの例ですとか、あるいは大学を対象にコーチングをしているという、割とスタンダードなお話をしました。今日は、ここに並んでおります吉田さん、小林さん、松沢さん、それから小泉さんと、この4人の、現役でコーチをやってらっしゃる方、あるいは、JOA のコーチの養成に携わっている講師の方に来てもらって、それぞれに自分の経験を踏まえながらお話をしていただき、その後全体で深めたりとか、あるいは皆さんの質問を受けて、コーチの魅力と、またその難しさ、またそれをどう乗り越えていくかみたいな話が1時間半できればなというふうに思っています。今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。で、今日はですね、4人の方、吉田勉さん、経験を踏まえて概論的なコーチングの全般についてのお話をまずしていただく予定です。で、その後、小林武人さん、小林武人さんは千葉県の公立高校の先生ですけれども、そういう中で、高校生とか、あるいはさらに広くジュニアを対象にコーチングをしておりますので、オリエンテリングを中高生とともにということで、お話をいただきます。それから3番目が松沢さん。松沢さんはご存知の方も多いと思いますが、松塾ということで、主としてシニア層を対象にですね、コーチングをされている、そういう経験を中心にお話をしていただきます。最後に小泉茂之さんですが、小泉さんはご存知の方も多いと思いますが、このセミナーにもよく登場していただいている小牧さんの、コーチ、それから現在では幅広く筑波大のオリエンテリング部全般のコーチをされているということで、その辺の一番伸び盛りのあたりの選手たちにどういうコーチングをしているかというような話をしていただく予定です。それぞれ、本当に一人で全部話していただいてもいいぐらいですけれども、今日は盛りたくさんなので10分ずつぐらいお話をいただいて、その後全体で質問しながら深めていければというふうに思っております。よろしくお願いします。じゃあ早速ですが、吉田勉さんの方から、お願いしてよろしいでしょうか。はい、こんにちは、吉田です。はい、こんにちは。はい、そうですね。今日のところはですね、私、ナショナルチームの話っていう話もあったんですけど、ちょっと時間が経ってしまっているということもありますし、私の方の記憶も薄れてるんで、あんまりそこ突っ込まないようにして、全般的に、このコーチング立ち上げっていうところを、どういう経緯で立ち上げたかっていうところの部分のお話をさせていただいて、あと、いろんな場面でコーチングしてますんで、こういうコーチングの仕方っていうか、場面もありますよっていうところを紹介したいなと思っています。では、ちょっと画面共有しますはね。い、お願いします。はい、共有されましたね。スライド紹介します。はい、さまざはまい、な場スタート面しました。出しますね。のコーチングっていうことでスタートさせていただきます。まずちょっと私の方の自己紹介というか、選手としての自己紹介ですね。なんでこれ書いたかっていうと、このレベルで、ナショナルチームのコーチやってしまったという話なんですけれども、一応ですね、1987年から1993年まで、一応4回世界選手権に参加していただきます。当時は2年に1遍でしたからね。で、それであと1984年と1986年にユニバーを参加してますので、ほぼだからこの辺はほぼ毎年行ってるみたいな感じで、いわゆるヨーロッパオリエンテーリングタコみたいな感じになってましたけれども、それで、日本の国内の成績から言うと、全日本の最高順位は実は4位でメダル取ったことがない。インカレの最高順位は6位です。ですから、今、皆さん、そのインカレの上位に入っている人から比べると、実は大した成績残してないっていうことですね。ただ、この中で言えるのは、そうなのに、
なんで4回も世界選手権行ってるんだっていう話ですよね。うんうんうん、だから、私としては、だから、その、まあ、誇れる点としては、だから、まあ、その、そのセレクションに向けて準備をして、なんとかそこで滑り込むっていうことの能力は高かったと思うんですね。だから、まあ、その辺が、まあ、まあ、指導者としての売りっていうのは、まずそのぐらいかなっていうのは、頭にあるところがあります。で、足が速いわけでもないですよね。少し変が最高で、一番速い時で17分しか走れなかったですね。今、マラソンは1回走ったです、うん。まあ、サブ3ですからね。まあまあ。なったんですけど、まあ、今の選手から比べてみても、やっぱり、レベルが高いわけではないという人がコーチをやってるということで。で、コーチの経歴なんですけど、まあ、選手やってる時に、まあ、随行していくっていうことが結構ありましたので、まあ、90年、92年っていうのは、うんうん、WOC のオフィシャルとして行きましたけれども、うんうん、その後ですね、しばらく離れてます。まあ、いろいろ事情があったんでしょうが、うん、まあ、なんか昔のことを覚えてないんで、やってなくて、だから2005年の一番もうピークの時ですね、うんうん、今、ピークって言っちゃいけないのかもしれないけど、今もちょっといい時期なんですけども、2005年の愛知の日本での世界選手権に向けて、お金もある程度使って、いろんな取り組みもしてっていうことが、やってる間は私はあまりこれ関わってなかったんですね。で、その後ですね、やっぱりちょっとその2005年が終わった後の状態がやっぱりだん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 その熱も下がってきて落ちてくるっていうことがありまして、で、その中で私2006年から2008年までちょっとその教える方を少しやりたくなって、これで埼玉県の協会のコーチをやっていて、で、この時にですね、トレーニングを結構定期的にやって、みんなを集めてお話ししたり一緒にトレーニングされて経験して、うんうん、で6年から8年で2年間678だ3年間ぐらいですかねで、うん、トレーニングをやってで、まあ、2007年2008年で埼玉県の総合連続優勝っていうのを味わったんですが、うんうん、まあここはまあ結構成功した感じでこれは結構楽しかった覚えではあります。でじゃあその形でですね、トップチームのところを見たときに特に8年9年ぐらいになってしまうとちょっとそのトレーニングを回すってことができなくなってきた時代なんですね。ここね。で、うん、トップチームもなかなか練習する機会がないっていうことで、この埼玉県の協会の時のコーチの経験を生かして、それをナショナルチームの方に持ち込めないかっていうことで、まあ、最初の時はですね、ちょっとボランティアで選手を集めて声をかけてトレーニングを始めたんですね。で、年間多分3回か4回ぐらいしかなかったトレーニングをこのやってた時には、少なくとも月に1回多い時 月2回っていう形で土曜日なり日曜日なりを使ってトレーニングをして底上げしましょうっていう形でやったんですね。でそれで、まあ、そのつながりでじゃあ最終的にじゃあそれを JOA 全体として やれないかっていうことで2010年から14年までトップコーチをやりました。で、まあ、その後少し残って15年、16年はアドバイザーという形で、ヘッドコーチではなくて、協会にちょっと関わってたということになります。で、まあ、ナショナルチームのコーチで難しいのはですね、まあ、今の現状で言うと、結果としての見入りが少ない。うん。で、やることは非常に多いというところで、まあそういう意味ではかなり苦労したっていうことと、あと、先ほども紹介しましたけど、私自身が、せいぜいその代表になるところまでの目標は持っていたんだけれども、そこから先で、じゃあ本戦でどうするか、本戦で上に行くかっていう目的が持てない人があって、持てなかった人なので、そうするとですね、やっぱりその、選手、自分の経験を生かして、その選手をこういうふうにしたらいいだろうというような指導はもうできないっていうことがあります。で、あと、で、その辺で、じゃあどうしようかなっていうところを考えたときに、やれてたことっていうのはですね、まあ、自分ができることは何かっていうことで、先ほどの図の中でいくつかあったんですけど、やはりその、この時代はまだちょっとインターネットもそんなに発達してなくてですね、情報収集がすごく大変だった時代で、だから、
なるべくその情報を収集してみんなに伝えようということと、あとはだからそのトレーニングのとか技術練習とか の, あの方法論についてもちょっと皆さんが結構ねできる人が自分なりの考え方を述べていくっていうのはあったんですけど、その辺の部分でまとまったものがないっていうところがあったんで、そのままナショナルチームをやりながらですね、その JOA の合宿っていう形にしてですね、強化選手だけではなくて他の人を取り込んでピーチングしてやりっていうところをやっていきました。まあじゃあこの間にまあ何か成果があったかっていうと、そのナショナルチームとしては私としてはあまり、成果出せなかったなっていうのはあるんですけど、まあその間にもっとこの、うまくやるためにはどうしたらいいかっていうところで、でほら2005年の時になぜ良かったかっていうと、やっぱり2005年の時にはですね、やっぱその上に立って経験を話せる人がいたってことですよね。ヤリー・イカ・ヘイモネンっていう方をヘッドコーチとして招聘しましたので、やはりそちらのやっぱ経験とかその辺を話ができたってところがあったんですけど、あとはね、杉山隆さんとかが来てくれていて、彼も世界選手権26位っていう経験がありましたので、その辺をお話ししてもらったりっていうこともあったんで、すごくその盛り上がった部分があるんですけど、その部分はちょっと継続できなかったかなっていうところで、じゃあボトムから上げていくかっていうところでボトムの練習をしたということと、あとは情報をどう仕入れるかとか、どうトレキャーにつながっていくかとか、1年間のスケジューリングをどうするかっていう、そのようなことをやるっていう形でコーチングをしました。で、あと、じゃあ、あとザラッといきますね。その後どうしたかっていうとですね、やっぱだからその結局その辺の経験を生かしてですね、トップの選手が来ない、トップのコーチが来ないっていう状態の中で、やはりセルフトレーニング、セルフコーチングっていうのができなきゃいけないなっていうことで、で、いろんな情報を発信したりっていうことをやって、まず指導教本を作成したり、ブログで公表したり、あとは私の方の知識も上げなきゃいけないので、エリートコーチングクリニックとかを参加させてもらったり、あとは2014年はこれ、JOA 合宿の中に、コーチの方を呼んできて、コーチの育成のシステムを入れたんですけど、ここはちょっとなかなか継続できなくて、で、その中で、その出る、活躍する場面っていうのが、そのナショナルチームからなくなったところで、この小さいことを始めて、これで コーチングクリニックに参加したところですね。で、左側がコーチングクリニックの参加で、右のところが、これはJOA の合宿の中で、コーチの養成クリニックっていうのを実はやっていて、で、こちらはヨラン・アンダーソン人が書いた冊子を和訳させていただいて、これでお話を進めたりなんかをしてました。で、そういうのを生かしながら、香港のジュニアキャンプをやってみたり、これも結構楽しかったです。あとはだから一般向けなやり方として、この山川キャンプっていうのも企画したんですけど、このキャンプ1の方は小泉さんと一緒にやってできたんですが、キャンプ2でその地図作成とかっていうのをのもあったんですけど、こちらはちょっとやっぱ方法がまずかったみたいで、こっちはできなかった。これ残念だったんですけどね。そういう活動とか、あとはもっと小規模で、これブログで呼びかけて、結構シニアの方に来ていただいて、で、10人とか5人とかっていう形で、テーマを持って、こっちは座学だったんですけど、そういうのやってみたりっていうことをやりました。で、最後ですね、こんな形でできるよっていうことで今紹介させてもらったんですけど、最後ですね、オリエンテーリングアカデミーっていうの皆さんご存知かなと思いますが、こちらですね、オーリンゲンのね、大会の時に併設して行われてるんですよ。オーリンゲンアカデミーとも言うんですけど、で、こちらですね、今年もやります。で、対象はどういう人かっていうと、自分のオリエンテーリングを良くしたいっていう人も OK だし、あとはですね、コーチとして学習したいという方もウェルカムなので、一応ですね、デベロッピングカントリーということで、これから発展する国っていう形になってるんで、メインとしてはその本当に始めたばっかりの人たちなんですが、日本人がいてもいい形にはなってると思います。で、特筆すべきはですね、これね、9日間で、10万円程度でフルボードがついて、コーチがついて、トレーニング機会もあってっていう形のイベントなので、非常にお得なイベントです。もちろんオーリンゲン参加しながらですよね。そうですね。オーリンゲンの参加はちょっと別に申し込まなきゃいけないんですけど、で、ここに書いてあるように、9日間のフルボード。それからトランスポートが全部はついてる。それから3回の
トレーニングがあって、でみんなあのオールランナーは全部誰あのフォローしてもらえると、後ろについて走ってもらえると、でこうレクチャーが2回でオリエンテーリングスターが来てくれてという、うん、素晴らしいですね。素晴らしい企画なので、でただこれはですね自分で申し込むことができなくてあのフェデレーションを通してということになってますので、こちらの方はですねあの JOA の公式の、はい、事務局の方で事務局の方にちょっと申し込んでいただいて、で4月31日までがあの申し込み期限になって、その前にちょっとあの自分の履歴をちょっと書いたりもしてもらうことになるので、多分4月10日ぐらいまでにちょっと事務局の方にご希望があれば連絡してみてください。はい、以上で終わります。はい、吉田さんどうもありがとうございました。まあ、あの多様なあのコーチングの話とそれと同時に最後に、まあ、魅力的なオーリンゲンアカデミーの話でした。またあの質問のある方もいると思いますが、後で時間を取りますので、まずは4人の方にお話をしていただきましょう。2番目がですね、小林武人さんになります。オリエンテーリング中高生とともにということでお話をお願いします。あ、こんにちは、私小林と申します。はい、まあ自己紹介なんですけども、石田さんの自己紹介聞いてて、まあ、ふと全然競技歴も全然ないし何もないですよね。全然あとコーチ歴も、まあ、考えてみれば実は何もなくって、大学の、まあ、私塚大出身なんですけども、全くあのオフィシャルの文字もやったことないっていうか、まあ、大した競技歴ないから、あの全然そんなオファーも一度もなかったなっていう感じで思って、あれ、そういえば全然そんな経験ないから書くことないなって急に今思ってしまった試合なんですけども、まあ、なぜかあのこんな風になってしまったというのが最近の雰囲気なんですけども、で、まあ、きっかけはですね、実は、あ、今日の内容はこんな感じで話をさせていただきます。まあ、要はですね、私は高校で地理の教員をしていましてですね、まあ、もちろんオリエンテーリングが大好きなんで、もうずっと、もうずっと大学来たから、もう本当にもう、休むことなくずっと楽しんで自分でやってる、まあ、いわゆる、世間では他校なんですけどもね。なんですが、まあ、地理の教員やっててですね、まあ、ずっと思ってたのは、かねがね思ってたのは、まあ、地図を使って行うアクティビティとです、私の教えている地理の学習っていうのは、やっぱりとってもフィットするはずなんですよね。ところが、そういうことをですね、まあ、日本国内で言ってる人なんか当然いるわけなんか全然ないわけであって、でこれ、もしかしたら学校教育の中で取り入れれば、あ、待って、学校で言った地理の教育で取り入れれば受けるかなと思ってですね、まあ、少しいろんなことを勉強しだしたらですね、やっぱりヨーロッパなんかではですね、それがすごく、なんていうか、当たり前のように扱われているということが見つかる。ありました。例えばですけども、ちょっとまあいきますですね、これちょっと課題話したんですけども、ディビッド・ボールドマンと一緒ですね。これ有名なイギリスの地理教育学者なんですけども、まあ、こんなことをですね彼は唱えているというわけなんですよね。地理教育の有効性を指摘しているって、まあ、論文の中で立派にこの場で述べているというのがあったりしてですね、まあ、要するに理論的な根拠は十分あってですね、実際に役に立つということで、例えばまあどういうことが役に立つかというとですね、まあ、地図と現地がまあ合うですね、これ多分高校の地理の授業でほとんどこういうことの実習やったことある人はいないと思うんですけども、まあ、実際にはこれがないとですね、地理の学習って進むわけないんですよね。地図を使って要するにいろんな土地の様子なんかを調べていく学習においてですね、これができなきゃ全く話が進まない。ところが地理の学習の中でですね、こういうことをですね、まあ、理論的にですね進めてる形跡って全くないわけなんですね。でそこに、まあ、オリエンテーリングというのはまさしくフィットするものだというふうに私は気づいて、まあ、その地理の学習の中にオリエンテーリングをですね入れていくということに関して、まあ、結構率先してやっていった、まあ、こんな図に書くと、まあ、様子ですよね。で、まあ、オリエンテーリングのですね自体はですね、まあ、こんなふうなものになるかなというふうに思っています。まあ、要はですね自動的にですねこういった地図と現地のですね照合をですねまあ、学習者ですねに、まあ、仕向けてですねできる、つまり地図を見て1番から2番に進んでいったらですね、まあ、なんとかして地図を見ながら進んでいくわけですよ。その時やっぱり地図を見ながら現地で進んでいってですね、そしたら現地に行ったらコントロールがあることはそこで正当確認できるわけですよね。でこれが2番3番とずっとついていけば、まあ、教える側はですね黙って見てれば学習になっているというようなことになるのかなというふうにも思っているものです。
でですね、まあ、こういったものをですね、授業中に取り入れていこうというのが、まあ、最初の出だしだったんですよね。で、まあ、やっぱり外国の文献見てますとですね、こういったオリエンテーリングをですね、まあ、理論的に学習とするプログラムとかあってですね、まあ、こんな本が最近見つかって、まあ、ちょっと見つかったわけです。イギリスのですね、これ、キャロル・マクニールってですね、有名なトップランナー、まあ、なんですけども、が書いて、本当にキャロルさんはですね、すごくてですね、まあ、著作の面で本当にもう、もうオリエンテーリングがすごいいっぱい書いてて、まあ、教育からトップコーチまで全て万能な方なんですけども、まあ、素晴らしい女性方ですけども、がこういった学校教育の中にですね、オリエンテーリングをどうやって入れればいいかという感じで、そういった本を2冊2冊分けています。で、彼女がですね、いろんな場面でですね、どういった感じのオリエンテーリングのですね、授業におけるレッスンプランをですね、いっぱい出してるんで、本の中出してるんですけども、まあ、それをまとめますと、大体こんな風な感じになります。キーステージ1、2、3、4というのがで、ね、小学校低学年、小学校、中学校、高校と分けるんですけども、例えば高校でしたらですね、まあ、要するに中学校、小学校もそうなんですけども、要するに身の回りあるいはですね、狭いよく慣れ親しんだ範囲からだんだんですね、範囲を広くなっていって、そのオリエンテーリングっていうですね、もうことを学習しながらやっていくっていうことのプロセスをですね、まあ、そこに何て言うんだというわけですね、まあ、それは、まあ、場所とですね、もう一つは縮尺っていうのが大きく影響しているということが示されています。で、そこでコアになっているのがやっぱり学校敷地ですね。つまり生徒にとってですね、一番慣れ親しんでいる場所、共通のですね、そこで、まあ、オリエンテーリングをするってことが特に高等学校レベルではスタートポイントになっているということが分かったと思います。まあ、よく例えばオリエンテーリングのですね、本を見ますとですね、まあ、フォレストオリエンテーリングが中心などで、やっぱりコースの設定方法で要するにオリエンテーリングの難易ってやつが あるわけですよね。要するに線状特徴物がだんだん離れていくとかあるんですけども、その以前の段階でマクニルさんはですね、まず場所の問題ですよね、縮尺と場所の問題、そこでですね、オリエンテーリングの、まあ、難易度のプロセスを作っているというのがありました。で、それをまとめますとこんな感じになりますよね。まあ、学校敷地からだんだん近隣公園、森林公園、そして里山、森林という感じで自然の中に入っていくという、まあ、そういうプロセスがそこに見出されたということでですね、まあ、これに従ってですね、やっていこうというふうに考えたわけです。で、まずとりあえずは学校敷地で、まあ、オリエンテーリングを授業中させているという感じで、こんな学校の地図を作ってですね、最初みんなにやらせてたわけですよね。で、それでも一応ご覧のようにですね、縮尺を1500分の1から2000分の1、3000分の1という感じでですね、変えていきながらで少しずつ、まあ、なんというか、こうスキルアップしていくっていう感じのプロセスなんかを作ってやっていった。まあ、結構、まあ、受けますね。こういうの授業中やったらですね。それは教室で黒板見てやってる授業が突然ですね、明日は地理の授業でですね、全員着替えてくるように言ったら、やっぱり生徒衝撃食らうわけですよ、本当にね。で、思いっきり受けたということがあります。で、学校の中も結構、こんなところもあったりしてですね、いかにも学校と思えない場所で走ってるんですけども。で、そこでポイントがですね、よく教育関係で、まあ、ありがちなのはですね、まあ、こういう学校でやるとか、まあ、教育でやるオリエンテーリングは、オリエンテーリング自体をですね、カスタマイズしてですね、やる傾向があると。で、それってなると、実は考えてみれば、オリエンテーリングを全く知らない人に対してそれやってしまったらですね、オリエンテーリングってスポーツは一体どんなスポーツか分かんないで終わってしまうということがあるんで、なるべくですね、忠実に本当のオリエンテーリングをそこに投入していいわけですよね。で、それはやっぱりオリエンテーリングというのは場所とですね、要するに地図を一致させるということ、これが教育のですね、十分基本になるわけなんで、地域の教育でですね。というわけで、全く同じ形式で E カードを使って、ちゃんとした ISSOMA の地図を作ってやらせるということを、まあ、やっていったということですね。これがまず、これで皆さん、生徒の皆さんはですね、オリエンテーリングを知ったということになります。で、まあ、そんな感じで数年やってたんですけども、やっぱりですね、中にはですね、生徒全員にやらせますとですね、まあ、既得のやつが言うわけでですね、やりたいと、本格的になりたいというのが出てきたわけですね。で、それで、じゃあっていうんで、次にやっぱり近隣公園に彼らを連れていくと。私もうちのそばの行田公園とかですね、あと、まあ、こんな感じでやるわけですよね。あと、学校から徒歩10分のところにですね、青葉の森公園という巨大な公園があってですね、まあ、千葉オリエンテーリングクラブさんがですね、まあ、いろいろご好意で使わせていただいたんですけど、ここもあるということで、まあ、こんなところでやってたというわけです。で、そんなことをやっていくうちにですね、だんだん、まだその例のマクニルさんのですね、プロセスに従ってことですね、もうちょっと今度は森林公園みたいなところでですね、オリエンテーリングをさせるなんてこともやっていくわけです。ちょっとこう、森っぽいですね、
講演なんかでオリエンテーリングさせていくというプロセスを取っていくわけですね。それでも、まあ、喜んで やってくる生徒たちも出てくるというわけです。で、そんな困難にやっていってですね、彼らがですね、やっぱり、じゃあ、大会にも出たいということになっていくっていう感じで、まあ、現在のこう状態になっていったというか、これは、まあ、森林公園でやってる様子ですよね。で、例えばそこではですね、縮尺を1万分の1の地図も作ってですね、それでまあ、フォレストにですね、まあ、導入できるような感じの、アイデアも考えたりしています。里山で中にはですね、もっとやりたいっていうんで、まあ、トータス合宿なんかにですね、行ってもらってトレーニングをするっていう感じ、まさしくマックニルさんのですね、プロセスに従って、まあ、練習をしてもらっていくなんていうことが、流れができていたという感じです。まあ、こんな感じですね、うん、なります。で、競技会もですね、最初は、まあ、近隣のパークをですね、まあ、千葉大大会、この間ありましたけど、こんな感じのところに、まあ、連れて行ってですね、次はちょっと大きなパーク大会だと言えば、こういった全日本スプリントなんかにも連れて行って、まあ、結構表彰台上がもらうとです、結構みんな嬉しい感じでですね、結構みんなもらってますよね、表彰状ね、もらってるっていう感じで。で、それで、今度フォレストの大会行ってる感じ、例えばジュニアチャンピオン大会ですか、まあ、こんな大会にも次に連れていくという感じで、まあ、行こうなんて言い出すやつも出てくると。いう感じですよね。まあ、表彰式も結構みんな表彰状もらってますね。で、それでとうとうですね、じゃあ全日本大会まで行くという感じですね、こういったところにも行く生徒も出てきたということの流れになっていますね。これも全日本大会の様子になります。で、これはもう想定外ですけども、ついにその中からですね、国際大会のメンバーにも選ばれてしまったというところからしてですね、いよいよなんか今まで学校の教育でやったつもりの一環がですね、なんかあれれコーチングになっちゃったということに、まあ、なってきちゃったのかなって、それでまあここに私が呼ばれちゃってることなのかなっていう感じでちょっと思っている次第でございます。まあ、こんな感じでメンバーに入っちゃったりして、で、の状態ですよね。それで、なったわけです。で、じゃあ実際どんな感じで学校の組織が出来上がってるかっていうんですけども、今学校っていうのは結構ですね、やっぱり部活動っていうのは難しい存在になっていましてですね、ある意味ですね、新しい部活動を作るなんていうのは、まあ、とんでもないしです、なかなか認められないわけなんです。たまたま千葉校にはですね、勤務校には地理部っていう部活動が、まあ、あって、そこもまあ地理の教員なんで顧問になったわけなんで、まあ、さっきも お話したんですけども、地理の授業とオリエンテーリングは、まあ、要するに整合性があると。だったら地理部でオリエンテーリングやっても全然問題ないというわけで、地理部の活動の中にですね、まあ、研究活動がある中にオリエンテーリングの活動も入れてしまったということですよね。で、それでオリエンテーリングしたい、まあ、生徒がこの部活に入ってきて活動するという、まあ、そんなシステムが出来上がったということです。まあ、部員は毎年このぐらい30人ぐらい、まあ、いるんですけども、まあ、実際にはここでオリエンテーリングやってる生徒っていうのは、まあ、そんなに多くなくてですね。で、これはですね、ちょっと今まで私が7年間ですね、県立千葉高校で地理部の生徒たち全員のですね、データを、まあ、集めたんですけども、縦軸が、まあ、70もっとかな80人ぐらい今まで席を置いた生徒がいるんですけども、横軸はですね、この7年間でですね、オリエンテーリング の練習会とか大会の行ったものを全部示しています。点一個一個がですね。ですから、まあ、これがずっとつながってる生徒ってやつが、まあ、どうやらオリエンテーリングをですね、恒常的にやってる生徒なんで、まあ、ほんの毎学年ですね、見て分かるように1人か2人ぐらいっていう感じで、まあ、細々と続けてるというのが、まあ、実情かなという感じもしますですね。まあ、それでも結構2021年、22年はですね、こんな感じで活動回数もまあ非常に多くなっています。要するにやる気があってですね、どん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 大会なんかにも行こうとかって行きたいとかっていう生徒も多くなって、まあ、それで中には J-WOC まで行った生徒もいるんですけども、まあ、それでちょっとなんか周りから見たらですね、すごく活発にやってるような感じで見られているという感じかもしれませんですね。まあ、これも大会に、まあ、一緒に行った回数なんかを示しています。で、じゃあ実際日常的にどんな活動してるかっていうんですけども、これまたいろいろとまた難しい問題で、生徒のほとんどはですね、兼部してるんですよね。地理部専門の生徒は一人もいません。ですね、要するに陸上部とかですね、サッカー部とかですね、あとバンド組んでたりですね、なんかカルテやってたりとかですね、まあ、そういう活動が中心でですね、地理部はほとんど片手間状態なんですね。だからウィークデーである曜日を決めてですね、なんかミーティングすることすらもままならないぐらいの感じの状況であったんですね。で、たまたま去年はいわゆるコロナの状況でですね、まあ、そういった顔を合わせるってことがですね、なかなかあんまり推奨されないということもあって、で、逆にですね、こういったオンラインのツールがいっぱい出回ってきたんでですね、じゃあっていうんでですね、オンラインで毎週1回ミーティングしようと
いうことになって、まあ、オンライン地図目会と称してですね、まあ、メンバーのですね、都合がいいときにですね、まあ、やるという形をとっていたということになります。まあ、これがだから日常、毎日やってる、毎週やってる唯一の活動になるわけですね。で、まあ、こんな感じで、まあ、考えてみれば、かれこれ、もう2年ぐらいにわたって、80回ぐらいに毎週やってるとなりましたよね。で、参加人数のグラフを作ったら、まあ、こんな感じなんで、まあ、それなりに毎回、集まってるなっていう感じなんですけども、面白いのはですね、結構、オリエンテーリングやってる、まあ、高校生、中学生というのはとても少ないでですね、そこに輪ができちゃったんですよね。で、他の高校、特に麻布高校とですね、なんか、すごく、コネクションができちゃってですね、他の高校、つまりほとんど麻布高校なんですけども、の、生徒たちも一緒にオンラインの地図メーカーに参加するようになってしまってですね、まあ、今やもう本当に、もうどっちもほぼ合格の人数ですね。さらに、麻布高校以外ですね、例えば、オリエンティアのですね、まあ、2世の、方々が、まあ、単独でやってる方も多いんでですね、そういう方もですね、これに参加してくるということで、結構毎回毎回ですね、にぎわっちゃってるというのが実情になっています。で、じゃあ私が言った、じゃあまあ何をコーチとしてやってるかということなんですけども、まあ具体的にはまあ、そうですね、エントリーの取りまとめですね。あとはまあ学校なんでですね、引率することなんで、まあ上司に出張申請とかしているってわけですね。あとはまあ練習会、まあ、やるんで、まあ練習会の場所の障害したり、コース組んだりとか、設置とかして、計算とか全部やりますね。あとはまあ、さっきミーティングの開催なんですけど、一応まあ、オンラインとは言ってもですね、大会前は予想コースを作ってですね、やっぱり、ちゃんと、陳情見会をしたりですね。で、終わった後はたっぷり反省会をするっていう感じ。そんなことをですね、テーマに入れています。ですね。で、気をつけてるのはですね、まあ、これも当たり前的なんですけども、やっぱり、個人個人、やっぱりいろんな、状況があるんで、なるべく、そのね、個人個人の状況を見て接しようとかなと。あと、楽しいが一番ですね。特にやらせすぎっていうのは非常に禁物だっていう感じはします。特にまあ、オリエンテーリングというスポーツは、私の感覚的にはですね、他のスポーツに比べてとっても厳しいスポーツだと私は思っています。ですのでですね、やっぱり自分の気持ちが乗られるときにですね、オリエンテーリングするっていうのは、まあ、怪我等もあったりするんで、その辺はやっぱり、すごく大事かなと思っています。あと、何より一番大事にしているのは長く続けてもらいたいっていうのが一番大きいです。で、つまりまあ、高校でやってる以上にですね、先々で、大学で、地域で、こういった活動をしているとですね、本当に、より、まあ、なんていうか、まあ、ありきたいことですけども、人生が豊かになるっていうか、大学生活も豊かになるし、より楽しいオリエンテーリングもいっぱいあるしね。ですので、そういうところに行くと、どん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 また楽しさが、まあ、見えてくるんでですね、まあ、そういった意味で、とにかく長く続けてほしいなっていうことで、そのためにやっぱり楽しいっていうことが非常に大事かなというふうに思っています。で、あと、何が必要かなと思ったんですけども、まあ、自分自身、要するに大した競技歴も何もないんですけども、ただまあ、一通り全部、かじってるなっていうのはあったりするんでですね、大抵のことは、そんなに、プロ級のものは一個もないんですけども、一通りは全部、オリエンテーリングに関してですね、何でもかんでも、やったことあるしできるなっていうのが、まあ一つあって、まあ学校で、まあ一人でこんなことやってるのは、には、まあ良かったのかなっていう感じはします。あとはですね、これはまあ、何でもそうだと思うんですけども、まあ自分が楽しいことが一番、コーチの私ですね。じゃなければ、やっぱり、受ける側っていうのは、つまんなくなりますよね、やっぱりね。だから、なるべく楽しいんで、楽しいように、まあ、楽しいから別に、別にそんなフリーではないんですけど、楽しそうにしてることっていうのは大事かなっていうふうに思ったりもしています。だから、まあ、自分も、当然、引率しても一緒にレースから走ってるし、ですよね。まあ、そんなことを思っています。あと、一番大きいのはですね、こういう活動しててですね、非常にありがたいと思ったのはですね、協力者。理解者がですね、とっても周りにいっぱいいたってことがすごく、まあ、大きいです。本当に手伝ってもらう人が本当にいっぱいいてですね、例えば同じクラブで、私、ES 関東 C に所属してるんですけども、まあ、名前も挙げちゃいますけども、まあ、近くにES 関東 C で千葉大学の伊地知さんで、なんかいますとですね、本当に彼にはですね、本当にもう、オンラインのミーティングもほとんど出てもらってます、くれてますし、それで本当に、技術的な出しができないですね、トップ選手のですね、技術的な指導なんかも、していただいてるしですね。あと、まあ、千葉大学の皆さんもですね、本当に一緒に練習会なんかも来てもらったりして、
助かりますしですね、まあ、そこに例えば OB の、あのこれもやっぱり千葉校の OB でありし、千葉大のオリエンテーリングクラブの部員の笠井さん、まあ、イエス関東市場で、まあ、非常に手伝ってもらってますし、まあ、卒業生ですよね。あと、まあ、卒業生でも理科大の小中さんなんかもいろいろと気を使っていただいてますし、あとは、まあ、うちの家族ですよね。かみさんと娘が非常に協力的であって、特にかみさんが今本当にいろんな面でですね、例えば女性となんかいるんでですね、大会に引率して宿泊なんかする場合もですね、やっぱり女性とがいるわけなんですけども、その時にやっぱり管理職にですね、妻も共演者で一緒に宿泊しますとですね、それでも管理職がですね、お任せします、よろしくお願いしますって感じで言ってくれるんで、そういう点でもやっぱり周りに協力している人がですね、いっぱいいるってことは非常に助かってるんで、とてもやっぱり本当自分だけはですね、できないようなことをやってるなっていう感じはすごくします。まあそんなことでございます。ちょっと長くなりましたけども、後でなんかいろいろとお話していただければと思います。ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。まあ、高校という限られた領域ですけど、盛りだくさんに話していただきました。また、質問等は後ほど受けたいと思います。小林さん、ありがとうございました。はい、では、3番目ですね。松澤さん、今度は打って変わってシニア層のコーチをされている松澤さん、松塾という名前でご存知かと思います。では、松澤さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。松澤です。簡単に自己紹介しますと、現在、画面出てますでしょうか。はいはい、出てますね。はい、JOA 普及指導委員会のコーチインストラクター資格認定証委員会の委員長をしております。ということで、前回のこのオンライン、1ヶ月前のコーチングに関するセミナーでも、コーチング、コーチ養成の育成の制度をお話しさせていただいたんですが、今回はまあ自分自身も指導者として実践のフィールドがありますので、その一つである松塾の活動について紹介させていただくということになりました。はい、で、先ほど私の紹介のところにあったんですが、松塾の紹介のところにあったんですが、中高年の方が、シニア、ベテランの方が中心に今なっています。で、もともと松塾はどういう団体かというと、まあ、それは長くなりますし、また JOA の方で、クラブ合同説明会ですか、春にあるというので、そこにも松塾名乗りを上げてますんで、そこで、話そうかなと思うんですけれども、まあ、とにかく今、コアなメンバーが、まあ、10人ほどいまして、その方々が、まあ、皆シニア、ベテランの年代であるということになります。私含めて10人ほどなんですが、私が下から2番目の 年齢になります。その10人中で、なので年齢が上の方を、まあ、指導というとちょっと言い過ぎかもしれませんが、することが多いと。でそこで気をつけていることですとか、喜びというようなことを今日話せばいいと思うんですけれども、まあ、そこは後でまたフリートークの時間があると思いますので、ざっとどんなことをしていっているかということを説明します。はい、特徴は、はい、先ほど話した通りですね、中心メンバーは皆シニアベテランの方々です。でほとんどのメンバーの方は、他に所属クラブがあります。松塾をメインのクラブとしているわけではありません。まあ、これが、まさに塾という名前のコンセプトに沿うんですけれども、まあ、学校に通っている、で学校生活全般を楽しんでいる人たちが、受験で、入試でいい成績を収めるために塾に通っているというように、まあ、松塾をその大会での成績を上げるために利用してくださいと、まあ、そのように思っているわけです。で、その先ほど名前、先ほど挙げた10人ほどの方には、メールでの情報提供、情報共有をしています。で、必ずしも塾長からだけ、私からだけ発信するわけではなくって、そのコアなメンバーは、もう本当に大会出るのが好きな方もいらっしゃいますので、大会に出るたびにこういう大会だった地図も、その、自分が、こういうコースは走ったよ、こういうルートで走ったよというようなことを情報提供してくださったりします。そうすると自分が走ってない、大会の情報も分かったりしますし、モチベーションが維持されています。で、そこに書いてあるように、たまにですが、私が、からアドバイスをすると。まあ、それを喜んで、くださる方もいらっしゃいます。まあ、ベテランシニアの方だと、改めて、これから初めて知ることってほとんどないんですけれども、まあ、それをいかに忘れないようにするか、
その分かりやすく意識していただくかということを、まあ、一つのテーマとしているようなところがありまして、うん、まあ、それはあの若い人たちをコーチするときも同じなんですけれども、まあ、当たり前のことでもちょっと心に引っかかる言い回しをしてあげようと、まあ、それはあのいつも心がけていることですし、でそれで、まあ、いい反応があることもある、まあ、そのあたりも自分のコーチとして工夫しがいのあるところですし、やりがいの一つですね。で、その情報共有のほか練習会を開催することがあります。まあ、これも頻繁ではありません。先ほどの小林武人さんの頻繁に練習会開催している様子を見ると恥ずかしい限りなんですが、まあ、それでもたまには開催をすると。で、私中心に運営しまして、育成の方々もしっかりと走っていただく。で、まあ、私の組むコースはちょっとこう独特で、走っていて楽しいと言ってくださる方もいるので、まあ、それも、まあ、コンセプトがはっきりした、練習内容を提供しようというように、心がけています。で、リレー大会に出ることもあります。最近は私が、メンバーに配ってなくても塾生の方々同士で声を掛け合って松塾というチームで出ているケースも多いですね。で、塾長が、やることは、目標タイムを提示する。まあ、これ、実はあんまり行われてないようで、私は何かこの大会出るとなったら目標タイムを設定するっていうのは当然ですし、まあ偉そうな話になりますけれども、プログラムに書いてあるウィニングタイムがその目標タイムになるというような、ことも時期も長かったので、そういうのは当たり前かなと思ってたんですが、まあ、こういうことをすると客観的に他の人から目標タイムを与えられると、すごい新鮮な気持ちで、競技できると言ってくださる方がいらっしゃいました。で、松塾のこれ新リレーの、まあ、名前を挙げてもいいと思います。調べれば出てくることなんで、まあ、こんな感じで一覧表にしまして、まあ、クラブが会場でご覧になったことがある方もいると思いますけれども、まあ、理想通りに進んだらこうだろうと。で、タイムはこう で、スタート時刻やフィニッシュ時刻まで示します。そうすると準備もイメージしやすくて、非常にいいリレーの日の過ごし方が明確になると。まあ、そのような形でメンバーの方には公表いただいてます。で、理想的に進めばこうで、まあ、現実的にはこうだと、まあ、その幅を持たせたりもしますし、仮にちょっと運営者の想定より短めのコースになっていても、だいたい比率を1割短くなってるねということで、だいたいその 0.9 をかければ修正もすぐできるということで、これは役立てていただいているようです。で、結構塾長の予想はよく当たるねと言われてるんですが、まあ、種明かしすると、結構ベテランシニアの方々ってもう長くやってるんで、データがたくさんありますし、もう安定してる方が、成績安定してる方が多いんで、そんなに大きく多分誰がやっても外さないのかなと思います。まあ、ですので、コーチってどういう人がやったらいいのかなっていう話が先ほどから出てるんですけれども、決して自分自身が競技成績が良かったっていうことで、である必要はないかなと思います。まあ、分析を的確にして、目標を一緒に話し合って、でその目標を共有できるような、関係性を築ければいいのかなというように、こういう経験からも思いますね。はい。で、次は練習会のコースをちらっとお見せして、あと次の小泉さんにバトンタッチしたいと思います。映るでしょうか。はい、映りつつありますね。はい、新春に練習会するのが、このところ恒例になってます、まして、これが、昨年ですね、2022年にスプリントを、まあ、里山の中にある公園のような感じなんですけれども、その平らな部分を利用してスプリントの練習会を行いました。まあ、これもよくある手法なんですけれども、平凡なテレインでもこの立ち禁の場所を、この紫で塗りつぶしているところを立ち禁止箇所とは使ってます。まあ、ですのでルートチョイスが生まれると。あ、これ、8からいきなり始まってますけど、うん、こっちか、失礼しました。2マップ目ですかね。そうですね、上に行けばいいのかな。あ、失礼、1枚目、こうか。あ、失礼しました。あ、はいはいはい。
はい、2マップですね。で、1枚目と2枚目は実はコントロール値は全く同じなんですが、それは資材の関係で、もう一本ミドルのコースを組んでたんで、このスプリントに、追加練習のスプリントに使えるコントローラー6が、6個が限界だったと。で、1と7を同じコントロールにしまして、そこからまた、実はコントローラーは同じなんですが、立ち入り禁止の場所が変わることでまた、地図をしっかり読んで、ルートをチョイスしなければならないと、まあ、このような練習を行いました。うん、まあ、スプリントの練習をこのすごく若い方たち熱心にやってるんで、この立ち入り禁止をあえて加えるとかいう手法は、まあ、おなじみといえばおなじみなんでしょうけれども、まあ、ベテランシニアの方に対してやってみると非常に新鮮に感じたという方もいらっしゃいました。で、あと松塾練習会って別にメンバー以外の方も、松塾メンバー以外の方も参加できますんで、興味のある方はまた情報がありましたら申し込んでいただければと思います。はい、じゃあ今年の練習会のコースも紹介してそれで最後にしたいと思います。はい、今年はこちらですね、予選決勝方式のスプリントを行いまして、こちら決勝のコースです。まあ、このテレインでもルートチョイスが発生するように組むことを心がけました。まあ、住宅地の方にもちょっと行っています。まあ、ここは私が行ってる学校の授業でも活用しているオリエンテーリングを含む野外教育活動の授業に活用しているので、まあ、野外教育活動の授業の予行練習をしていますという札をつけてコントロールを置くと、まあ、理解が得られやすいので、まあ、こうした設定も可能となっています。で、このコースを走っていただいた後に、これも映ってますかね、はい、このようなアンケートを作成しました、はい、うん、で、これ終わってすぐ作成して参加者の方に送ったので、遠くから来た方なんか帰りの移動中に答えてくださった方もいるようなんですけれども、うんうん、まあ、ルートチョイスどうでしたかと聞いてるわけですね。で、下の方に私のコース図と私のルートはこうでしたと、まあ、コース設定者はこういうルートを選びました、うん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 、で、上の選択肢で言うと、まあ、この選、うん、選択肢を選びましたと。ただそれが正解かは分かりませんが、で、この夜のこの日の夜にミーティングを行ったんですが、その時に早速集計結果をお伝えして、あ、このレッグは半々に分かれましたね、このレッグは半々に分かれると思ったら一方に偏ってましたね、うん、というようなことを説明しながら、反省会をしたら、まあ、これも興味を持っていただきました、うん、で、その一人一人のルートを、ルートですとか考えたことをそこで確認することで、まあ、中身の濃い反省会ができたかなと思ってます。うん、というように、まあ、いろいろやっていますけれども、まあ、当たり前のことは当たり前にやっています。うん、で、まあ、もっとやんなきゃいけないぐらいかもしれませんけれども、まあ、その、ゆるゆるとやってるあたりに好評を、評価をくださってる、まあ、ゆるいつながりであるのがいいという方もいるので、うん、まあ、でも今後もまた活動盛んにしていきたいとは思ってはいるんですが、うん、そんなところですね。で、まとめると、うん、そのシニアベテランの方、中高年のコーチとして必要なことはと考えると、先ほど小林さんが中高生のコーチとして必要なことはという資料を画面で見せてくださったんですが、うん、あ、これもらって中高生の性を年に変えて中高年のコーチとして必要なことはとするだけでいいなというように思いました、うん、ということで先ほどの小林さんの資料を皆さん思い出していただければ、まあ、十分です。で、この後さらに、深めていきたいところは、トークのところで話したいと思います。はい、以上です。はい、どうもありがとうございました。まあ、具体例などもかなりたくさん見せていただいて、多様な活動をしているということが理解できました。また深めたいところは後ほどということにしましょう。では最後に、はい、お願いします。では最後になりますが、小泉さん、まあ、大学生を中心に、コーチングされて、まあ、かなり実践的な面でも成果が出ていると思いますので、小泉さんよろしくお願いします。今日は筑波大の関係の人もかなり現役の学生さんも来てますよね。はい、ありがとうございます。
見えてますか？はい、見えてます。はい、よろしくお願いします。小泉茂之と言います。10分でいいですか？時間。はい、10分ぐらいで。はい、大丈夫ですか？はい、10分強で十分大丈夫です。はい、一応僕のタイトルというか、まあ、テーマというか、今日来ている皆さんに伝えたいことは、母校のコーチをぜひやってみてくださいということです。で、ちょっと、まあ一応、大したスライドではないんですけど、カンペ代わりに読みます。で、この内容を考えてます。あれ、なんかうまくわかんない。はい。で、ちょっと自己紹介をしておきますと、1998年に筑波大に入学した沖にオリエンテーリングを始めました。で、その後、世界選手権や全日本大会で優勝など、いい経験をさせてもらいましたが、2010年頃から、オーサポートという、屋号で、個人事業主として、ノーネームや、今ではシューズやコンパスの用品販売もしてますし、同じ時期にナビゲーションの講習の講師や、ナビゲーションスポーツのイベント運営などにも関わるようになって、現在はそれを事業として生計を立てています。2人子供がいます。で、まあ、競技者としてはそんなところなんですけど、コーチの方も、まあ、なんだかんだといろいろやってきたなと思って、一応まとめてみました。まだ自分も学生だった若い OB だったところで、2度、筑波大の母校のコーチをやりました。これは1年間通してコーチをやらせてもらいました。で、2013年、まあ、これは選手兼任だったんですけども、世界選手権の代表のコーチで現地の、マネジメントをやらせてもらいました。それからその翌年もフットオーの強化チームの中で個人コーチをつけようという動きがあったので、2人ほど強化選手のコーチを1年ちょっとやりました。なんかこれ、まだこれ一緒かな、14、15。はい。で、まあ、それからしばらくコーチはやらずに、まあ、競技も少し離れてたんですけども、2020年から、これは一昨年かな、一緒にこのセミナーで出演もさせてもらいましたけれども、小牧弘樹さんの個人コーチを、1年強やらせてもらいました。で、現在は昨年から永山龍馬さん、まあ、彼も、2人とも筑波大の後輩でもあるんですけども、彼の個人コーチをやり、まあ、先週末、インカレが終わったばかりですけども、昨年の秋からは筑波大のリレーコーチという形で、関わっていました。で、まあ、それ以外にも合宿のコーチや個人レッスンコーチなど、いろいろな指導者経験は積ませてもらっています。で、まあ、一応指導者資格もいくつかありまして、もともとオリエンテーリングディレクター1級を持ってたんですが、今回の資格制度の変更で、イベントディレクターと、あとは JSPOJOA のオリエンテーリングコーチ2を取得しました。あと、まあ、それ以外にナビゲーションインストラクターやキャンピインストラクターの資格も持ってます。で、先にまとめをします。細かな話をすると時間がなくなっちゃいそうなので。まあ、母校のコーチングをする上で母校がおすすめだなと思うポイントは次の何点かです。一つは環境がイメージしやすいということですね。まあ、同じような生活環境でこうやってきた人間であれば、その年間のスケジュールや学校の暦、学校歴がどんなものなのかっていうのは分かると思うし、学生がどんな環境でトレーニングをしているのか、生活しているのかっていうのがイメージしやすいというのがやっぱり一番強いと思います。そういう意味では、筑波大学はかなり特殊な環境にやっぱりあるのかなと思っていて、全然筑波の環境を知らない人がコーチをするのは逆に難しいかもしれないし、反対に僕は東海の大学生のコーチ、クラブのコーチをするのはあんまり、これ全然どんな感じで活動してるのかがわからないので難しいかなと思う部分もあります。うんうん、なので、まあ、そういう意味ではそのトレーニング計画を立てたりする上ですごく、強みがあると思っています。よいしょ。あとはまあ自分自身がその同じような環境で経験しているということと、まあ、自分自身が先輩であるということで、まあ、ある程度後輩たちがこうやっぱまあ
なんていうかな、まあ、尊敬の眼差しを向けてもらえるわけですから、それに対してやっぱり自信を与えてくれる。そしてまあ自分の経験を使ってこう継承するという体験が得られるというところがあります。あとはまあなんといっても、母校愛ですね。まあ、今回一応僕は無報酬というかボランティアでコーチをやったんですけども、自分自身はまあさっきも言ったように、指導者としていくプロ活動をしているので、まあこれを金額に置き換えたらどのぐらいになるのかなっていうのは参考までに計算はしてみました。まあ、それはもうここでは今日は言わないですけど、まあそれが結構な時間を使っているので、まあ普通に忙しい人がコーチングをやるっていうのはすごく大変だと思いますけど、でもやっぱり母校に対してやるっていうのはやっぱ無償の愛というか、やりたくなる気持ちになると思うので、まあ、そういう意味でやっぱり一番やりやすいコーチング対象なのかなと思います。で、今回のコーチングをやっていく上で悩んだことが一点あって、まあ、ご存知の通り、筑波大は茨城県にあるんですけど、僕は今静岡県の山奥に住んでいて、かなり物理的には200キロ近く離れているというところで、まあ、基本はリモートコーチをやってました。で、まあ、やっぱり一番悩んだのはコミュニケーションの取り方です。で、まあ、SNS で、まあ、主にスラックを使って彼らはコミュニケーションを取っているので、それに混ぜてもらって、まあ、使い方自体はそんなに難しくないんですけど、その使いこなし方っていうのかな、学生独特の使い方、リアクションの仕方っていうのがあって、最初は全然なんか反応がないような気がして、って悩んだ部分もあります。あとは、まあ、このズームを使ってオンラインミーティングを何回かこう、まあ、開いてたんですけども、やっぱ対話で、対面で実際にやるのとは少し空気感がないといった部分が感じられないという部分があったりして、まあ、やっぱどうしてもそこは悩む場所でしたね。あとは、まあ、ジェネレーションギャップとハラスメントに対してで、まあまあ、もう親と子ぐらい年齢が離れている、20年ぐらい離れているので、なんていうのかな、まあ、自分のやってることが伝わっているのかなというところと、まあ、なんていうのか、まあ、漫画のネタや音楽のネタをこう使ってコミュニケーションを図りたいっていう部分もあったんですけども、まあそれが通じないんじゃないかという不安もありますね。あとはまあ僕らの時代は正直、恋バナ下ネタでこうコミュニケーションを取ってて、それを先輩とも普通に共有してたんですけど、まあ学生の中では今でもそんなに変わらないなと実は思うんですが、まあそれをやっぱ親ぐらいの年齢の子がいきなりこう言ってしまっちゃいかないよなというところで、うまく溶け込めるかなという部分で悩みました。あとはまあ、この辺りはコーチの本質的な部分になると思うんですけども、まあ、コーチングやる上でやっぱプレイヤーズセンタードというのが今言われていて、まあ、選手中心にこう考えていくというところがあります。で、まあ、もちろん彼らにどうやってこうリレーに向かって考えていくのかっていうのを考えてもらいたい中で、でも一方で自分自身にはこうやった方がいいし、こうするべきなんだよなっていうのをこう促していく、ファシリテートしていく部分が、まあ、どのぐらい何倍でやっていけばいいのかなというのがすごく悩んでいて、まあこうなんだろうな、彼らがやっぱ納得した上で自分のと同じ結論に達してもらいたいなというのをこう、まあこういったコミュニケーションツールを悩みながらも使ってこううまく一緒に考えていける時間を共有できていたのならよかったなと思います。まあ、ちょっとまだ学生と最後の振り返りをしてないので、実際どうだったのか、はっきりわからないですけど、まあ、そんなところ悩みながらやってました。で、まあ、嬉しかったこととしては、まあ、そんな中でも手探りでやった中でも、まあ、こう指導に対するリアクションが確実に得られたところですね。例えば、ミーティングで紹介したトレーニングをやりました、やろうという話をスラックで上げてくれる人がいたり、まあ、アナリシスを毎回出してくれる人がいたりといったところで、まあ、そういう手応えがあったので、まあ、今回はきっとうまくできるだろうというのも得られながら進められたところは嬉しかったです。あとはまあ最後言うことがもうほとんどなくなってしまう
ったことですね。それはどういうことかというと、やっぱり僕がプランしていたことをしっかりみんなが吸収してくれたからだと思うので、そういう意味ではすごく充実感のあるコーチングができたと思います。あとはまあ結果はもちろん目標には達しなかった部分もありますが、みんな笑顔で終えられたというところかな。まあ、僕自身がの4年生のインカレがすごく悲壮感に溢れた終わり方をしていたので、まあ、オフィシャルやるとき、コーチやるときはそれだけがいつもないようにしたいなと心がけていて、まあ、3回ともそういう意味ではみんなうまくやってくれ終われたのかなと思っていますが、まあ、そういう終わり方ができたのはすごく嬉しいなと思いました。はい、まあ、母校に限らず大学クラブのコーチングの魅力としてはですね、まあ、ちょっとざっと話してしまいましたけれども、まあ、まずはオリエンテーリングをやっている大学生なので、考えてやってくれるということですね。なので、まあ、さっきの、小林さんや松澤さんの、コーチングの中にもこう事細かなこう指導をされている部分ももちろんあるし、それはコーチングとしては必要なことなんですけども、大学生は大学生でちゃんとなんだろうな、そこまで手取り足取りしなくても自分たちでやってくれる環境がすでにあると思うので、そういう意味では忙しいビジネスマンでもその好きっきりでコーチングをやる必要がないので、コーチングをしやすいんではないのかなというところが一つあるかと思います。あとはまあ自分の青春の追体験を学生通してできるというところ、あとはですね、僕これはさっき最初に2人の子供ですと言ったのはここにつながるんですけど、2人子供がいますと言ったのはここにつながるんですけど、自分の子供がこんな子たちに成長してほしいなというのがすごく楽しみになるというのかな、こういう大人になったほしなってほしいな、こういう感じに育っていくんだろうかなという楽しみが増えたっていうのがすごく嬉しいなと思いました。ですので、子育てしながら働いている方々、たくさん僕の世代にいると思うんですけど、オリンピア、ぜひ大学クラブのコーチング、まあ、若手 OB がやることが多いと思うんですけど、僕らぐらいの世代になるからこそ、だからこそこうできることがあるなと、やってみて思ったので、まあ、大変でしたけど、やってよかったなと思いました。お、あと一つ言い忘れて。そうそう。そうそうそう。で、まあ、さっきも言ったように、今回は、まあ、特に、こう、見返りを求めずにやったんですけど、まあ、だからといって、じゃあ、何十万かかるから払ってねと言って、払えるのかっていうと、多分、それは学生の中では難しいだろうかなと思っていますが、逆にその学生が何か自分の、まあ、育児、家庭教師やってもらうとか、あるいは僕の場合だったらイベントをやってるので、イベント運営を手伝ってもらうとかっていったところで、労働力をこう対価としてコーチングするというのは、大学生だと多分しっかりしているので、そういったことを任せられるのかなという意味では、そういう可能性があるんではないのかなと感じた次第です。はい。で、まあ、これはいいか。まあ、いいか。まあ、でコーチングの学びをした上ではこういったことが役に立ちました。コミュニケーションの取り方ですね。うん、まあ、そのコミュニケーションそのものはそのリモートっていう部分で難しさはあったんですけど、でもその中で、ただの指示にならない、相手に考えさせる話し方っていうのかな、説明の仕方っていったところはすごく、コーチ講習で受けたことが学びに役立ち、実践に役立ちました。あとはまあトレーニング計画のを作る部分ですね。あとはオリエンテーリングの技術トレーニングやメンタルトレーニングというのは別にコーチングの過程では、まあ、専門科目で多少やりますけども、まあ、そちらも正直そんなに確立されたものがあるわけではないので、自分で開発しなくちゃいけないんですけど、まあ、コーチングの中では、コーチングの養成講座の中では、そういった話をすごくいろんな角度から他の競技のことも使いながらこうやる時間があるので、それをまあ筑波大のミーティングなりにこう生かして自分で手法を開発するっていうのは役に立ったなと思います。そんなところです。全然具体的な話ができませんでしたけども、一応プランとしてはこんな感じでした。一応秋に、
やってくれませんかと打診を受けて、11月の秋インカレが終わる頃になったら、多少仕事が、秋ができるので、それ以降、なら大丈夫だよということで、とりあえず秋インカレまでは自由にやってもらって、まあ、自分の方は仕事の整理をして、まあ、どのぐらいのことができるのかなっていうスケジュールの調整をしていました。で、秋以降、1月までは、学生には鍛錬期だよということでして、フィジカルや基礎技術をこう見つけてもらう機会として、いろいろ知識を与えたり、セレクションのルールを決めたり、振り返り方を変えたり、あと他校の戦略分析なんかを自分の中で進めていました。1月下旬から2月の下中旬までが、調整期ということで、まあ、部内的には部内セレをやって、リレーメンバーを決めたりしていました。で、そこでは僕が心がけたことは、学生と同じコースをなるべく走れるようにして、実際に感じたこと、難しさ、なんかを共有して話せるように心がけたということと、実際にその場で会って学生と話す、そして走順を決めていくといったことですね。で、2月の下旬からはリレー準備期ということで、走順決めて、その決まったメンバーに対してリレーの走り方にイメージ作りをして、最後の1週間はコンディショニングで、休んでもらいつつ、僕の方ではその学生に対しては、まあ、準備はしっかりしているんですけど、その中で、まあ、特に今回心がけたのは不安を聞くということで、どんなところに難しさを感じているのかを聞くことで、なんだかな、当日、うまくできるようにしてみましたりしてみました。はい、そんな感じです。まあ、また質問の時間もあると思うので、何か具体的なところで聞きたいところなどがあれば、聞いてください。以上です。はい、小泉さんありがとうございました。愛にあふれるコーチング論でした。これで4人の講師の人たちそれぞれに、まあ、プレゼンテーションしてもらったわけですが、まあ、講師同士でこう他の人の話聞いて、ここ面白かったよみたいなところがあるので、まあ、まずは、残り25分ぐらいですので、15分ぐらいそこ深めていければと思います。いかがでしょうか、講師の人々。吉田です。はい。非常に面白いお話を皆さんしていただいて。よかったですけど、まあまさにそのコーチの楽しみっていうところの部分のところをやっぱり小林さんにもよく話していただきましたし、小泉さんにも話していただきましたし、まあその辺の部分を楽しむことができればコーチも成長するし、もちろん選手結果が出ないにしても、その人間関係とか自分の幸福感とかっていうところがすごく変わってくるかなっていうのを感じましたね。小林さん、あれですかね、なんか最後のスライドのところで、コーチとしてっていうところがありましたよね。あれもう一回見せてもらいますかね。先ほど松田さんも触れてましたんで、ちょっと画面出していただけるといいかなと思うんですけど。最後の方のやつですね。あ、これですね、それですね。うん。その次かな。これですか。いや、楽しい方です。楽しい絵が入ってる。うん。大したものじゃないですよね、全然。あ、これです、これです、これです。大したものじゃないです。すごいなと思って。真ん中とっても大事だと思うんですよね、これね。自分が楽しそうにしていることっていうことが、これ、できない人にはなかなかできないし、で、多分これがよく伝わってるのかなっていうことと、やっぱりこの羨ましさっていうところを感じるところは、やっぱ一番下ですね、協力者を得ること、協力者を得るっていうのも、やっぱその、コーチとしての、またその人格テーマっていうのもあるし、人望っていうのもあるし、あとはだから所属している部分があるっていうところが、やりやすいところかな。やっぱり一人ではできないっていうところがよく現れていいかなと思ってた。どうですかね。
そうですね、本当にとても私は全然、はっきり言って、自分自身思うのは、そんな私、コーチがうまいとか全然うまいし、そんな向いてないです。例えば、うちの家族見てる方がよっぽどかみさんとか娘の方がコーチとしての資質は全然高いし、ですので、そういうのって、ね、自分じゃ全然及ばないものいっぱいあるんで、もう普通に年だし、もともと技術的にそんなに すごいオリエンティーじゃないわけなんで、やっぱり若い人で本当にトップ走ってる人たちなんかがですね、いろいろとコメントもらえる方がすごくありがたいし、それがなければ全然こういうのはうまくいかないのかなっていう感じがします。本当に、あと大学生の方なんかもすごく手伝ってくる人はありがたいです。本当にもう、いいですか。このせっかくこれが出てるんでね、その今吉田さんも触れた自分が楽しいこと楽しそうにしてることっていうことですけども、楽しいことってなかなか自分ではコントロールできない部分もあるじゃないですか。最初から楽しいものは楽しい、楽しくないものは楽しくないことあると思うけれども、なんかこれは小林さん以外にも皆さんこうコーチをする中でどういうふうにしてこう自分をね楽しませているか、どういうところにこう楽しいと思えるような要素を見つけてるか、そこは皆さんいかがでしょうか。コーチとして楽しいことですよね。コーチとしてですね。はいはい。さっきの練習会運営のところだと、ちょっとこの変わったことを、大会じゃない頃か、じゃないからこそ、あえてやってみて、こんな練習初めてしたということだったり、それによって得るものが、当然あった、参考になったって言っていただけるとすごい嬉しいですね。なので、それも準備をしてる期間ですごい楽しいですね。これどんな反応があるんだろう。で予想通りだったりしたら本当に嬉しいですし、いろいろ工夫してチャレンジしてみるとか、チャレンジできるっていうところですね、楽しさ。そうですね、はい。他の皆さんはいかがでしょうか。なんだろうでも単純に本当にそのコーチングの対象の人たちが成長していく過程っていうのが純粋に楽しいなと思いますけどね。何だろうな。で、特にそう、自分が競技してるときは、自分が伸びているという感覚があるので、それをあまり感じられないんですけど、ある程度、もう競技とから少し、一線を外れ、退いて、こう自分が少しずつこう衰えていく中では、自分の代わりにこう上手くなってくれる、強くなってくれるっていう感覚はすごく自分としては競技者としての楽しみもそこに付加できて、すごくやりがいを感じる部分でしたけれど、武藤さん、先ほどの協力者を得ることの話に戻ると、はい、やはり高校生の生徒さんたちがすごくこう、いい生徒さんだから手伝ってもらいやすくなってるってことでしょうかね。実はそこは結構相当革新的な部分なんですよね。やっぱりそこはすごく、本当に素晴らしい生徒だと思います。本当にもう才能もあるし、もう能力も高いしっていう感じで、もうあと性格的にも本当にもう、そういうもう全員そうです。本当にもうそれは私別に何ていうか何かしてて、本当に純粋にそう思います。そんな感じのものは大きいと思います。本当にすごく、はい、ありがとうございます。それも指導が反映されてこそ魅力的な高校生になっていると考えることもできるんでしょうかね。その楽しさもそうなんですけど、今のところもね、それ対象者の属性みたいなところもあると思うけれども、逆に皆さんはやっぱりこうコーチングをやる中で、なんかちょっと些細なことでも楽しく思えるとか、例えばその教えている選手の人たちの些細ないいところを見つけられるとか、そういうところもあるんじゃないかと思うんですけどね、どうでしょう。賛同が得られないですか。些細なってよりも、なんか僕もそれ自体がもう、要するに彼らと接していくことが一番もう楽しくてたまらないですよね、本当に。根っからの教員ですね。
いやいや、教員ってよりも、なんていうか、若い人たちと、こう、なんか、一緒にいれること自体が、もう、本当にもう、楽しいです、本当にもう。で、まあ、こんな年になって、私も、60過ぎてるんですけども、それで、こういった若い人たちと、一緒に接して話しすることができること自体も、本当にもう、とっても幸せだと思うし、楽しい、だからもう、楽しい以外何もない感じですね。もう、理屈はあんまないですよね、本当にもうね。そんな感じですよね、本当に。答えになったんですけど、すみません、そんな感じです。あ、これですね、なんかありますか。ささいな楽しみですか。そうですね。なんだろうな。例えば、なんだろうな、まあ、ある練習方法をこう提案してやってもらったところで、まあ、こうでしたっていう、まあ、例えばアナリシスを書いてもらうとかっていうところで書いてもらって、なんだろうな、やっぱその一回一回じゃないな、レースの中にもその人がこう成長していく場面というかな、ここでこの子うまくなっていくんだなみたいなのを感じられるのを発見するのは、なんていうか些細な楽しみかなと思います。なんだろうな、一個一個に、さっきも言った通り、やっぱ成長してくれてるんだなっていうのを実感できるのがすごく感じて、そういう意味では、まあ、大学3、4年生よりは大学1、2年生ぐらいの、まだまだこれから始めたばかりっていう、この指導はすごく楽しかったと思います。なるほど。はい。ちょっと質問変えていいですか？その選手の、まあ、ささやかな成長の積み重ねってすごい、それは当然楽しいと思うんですけど、ひょっとしてですね、この今のコロナ禍の中でね、リモートが使えるようになったことって結構大きいと思うんですけども、まあ、それは置いといたとしても、なんか皆さん、こう、コーチングの中で、このリモートをどう使っているか、あるいはそこにどんなメリットを見出しているか、みたいな、そこはどうでしょうか？あ、じゃあよろしいですか。はい、先ほど話したんですけども、まあ、要するに日常的にはそれしか使ってないんですよね、本当に。おかげで、まあ、これがですね、他の高校、麻布高校とか、あと、まあ、オリエンテの2世の方とかも交えてきて、もう学校を変えて、これでですね、同世代の、まあ、実は中学生もいるんで、あと、さっき私、高校生って言ったんですけども、県立千葉高校はですね、併設で中学生もあるんで、で中学校 の生徒も3人いるんですよね。ですからもう中学高校の要するにもう6年間の生徒たちが学校を超えてですね、リモートのおかげでですね、麻布も中高だし、あとまあそういう感じで、あとまあなんか普段付き合いできているような、なんか世界が出来上がっていくっていうのは、なんかそれを見てて楽しそうにしてるの見てると、やっぱり楽しそうにより感じますね、本当にね。すごくこのリモートのお金っていうのもなんなんですけども、すごくこれがなんかよく機能してるなっていうのはすごく感じます。はい、まあ、先ほども例に出したんですけれども、やはり当日の振り返りがかなり充実を図ることができますよね。はい、夜またここに集まってっていうのが、リモートじゃなかったら、まあ、不可能。本当にこの近所さんで可能なところを会うことができるし、でその間にまた、自分なりに考えた上での話が出てくるので、会場で即やるのももちろんそのメリットはあるんですけれども、まあ、また別のメリットが見出せた感じがします。あとじゃあもう一ついいですか。はい、そのリモートっていうのはですね、実はこれ
私 の専門の地理教育と同じなんですけども、うん、地図をですね、要するに画面共有することによってですね、うん、オリエンテリングにとって一番大事なツールもですね、実はフェイストゥーフェイスでやるよりもですね、近くで見れるっていう部分が非常に実は大きくって、要するに地図を細かく見ながらお互いディスカッションできたりですね、できるところは逆にこれはリモートだからこそ今までできなかったことかなっていう感じはすごくしますね、本当にね。そうですよね、なんかプランニングとかこの地形の大きな捉え方みたいのを本当に共有、ね、頭の中の思考を可視化できますよね、リモートって。ね、うん、これもしも普通の部屋とかでやった場合には、例えばプロジェクターにでかく投影するとか、要するに一人一人にこう紙を配らなきゃいけないとかっていうことがあるんですけど、それが必要なくて手元でそのですね、とお互いが情報を共有できるっていうのはすごいメリットが大きいのかなっていう感じがします。まあ、それは確かにメリットだなと思いますし、その通りだと思うんですけど、その一方で指導していく中で感じるのは、何だろうな、まあ、全員が全員じゃないんですけど、こう大きく地形を、地図を読むっていうのかな、地形を捉えるっていうのがすごく苦手にしている学生が多いなと、簡単に感じる部分もありましたね。なので、まあ、すごく細かな部分は読み込みができるんだけど、でもなんかお姉さんは逆転しちゃってたり、それってやっぱり全体的にやっぱり広く捉えられてないからだと思うし、その高低差がよくわからないというのが弱点の選手なんかもいたりして、まあそれは細かく見すぎてしまっているんじゃないのかなみたいに感じる部分があるので、もっとその僕はもっと紙の縮尺で読めと。古臭く言う部分、場面もありました、うんうん、なるほどね、はい、それは確かに実践的にはそっちの方が最終的にそこまでいかないとね、うん、はい、ありがとうございます。何か他に講師どうしてありますか。そろそろ10分なので、まあフロアの方からいろいろ質問もあるかと思うんですけれども、はい、もう質問していただいていいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、じゃあ皆さんから質問をいただきましょうか。手を挙げていただいても結構ですし、チャットに書いていただいても結構です。まあ、今日は今現在48ですかね、ちょっと減ったかな、46ですので、かなりまあ多様な方が、来てますよね。はい、あ、戸所さん手が上がってますね、どうぞ。三重県在住の戸所と言います。声届いているでしょうか。はい、はい、大丈夫です。はい、貴重な話をありがとうございました。私自身ナビゲーションインストラクターとしてオリエンティア対象ではないんですけども、ハイカーであったりトリルランナー、アドベンチャーレーサーの人たちを対象に、まあ、地図読みであったりナビゲーションの指導する機会が多いので、話、皆さんの話、大変参考になりました。それで、基礎ベースの部分について少し、質問させていただきたいんですけども、要はコーチングの対象、クライアント選手との向き合い方について、質問させてください。でオリエンテーリングっていうのはそのコーチングの対象の、まあ、競技の様子っていうのを見ることができないことが、まあ、多いですので、まあ、どうしてもそのレース後の選手の振り返りを、まあ、主体とするのが、まあ、このオリエンテーリングという競技の、まあ、コーチングの大きな特徴だと私は認識しているんですけども、そのためその選手からうまく振り返りを、まあ、引き出すことが非常に重要だと私は考えています。それでその振り返りを引き出すには、まあ、要は、質問のスキルが非常に重要だと考えているんですけども、振り返りを、まあ、引き出すために皆さんが、質問の際に、選手に対する質問の際に、心がけていることは何か、教えていただければ嬉しいです。うん、はい、戸所さんありがとうございました。はい、どなたでもいかがですか。まあ、基本的な話をさせてもらうと、やっぱり大事なのは普通走って帰ってくるとやっぱり大体失敗したことがずっと頭に残っていて、そのことをだーっと話されてしまうっていうことがあって、それで、うん、じゃあどうしたらいいのっていう話に持ってっちゃうんですけど、
まあ、1点はいいところもちゃんと見てあげるっていうことと、うん、もう1つはですね、意図を先に聞いてあげるっていう、結果じゃなくて、うんうんうん、結果こうしてこうしてミスっちゃったじゃなくて、最初にどうしようと思っていたのかっていうところを聞くようにはしてますね。で、それだから最初の考え方の問題なのか、実際にやった時の問題なのか、あとはまた心理的な問題なのかっていうのを分けて考えられるように、まず一通りまだ言いたいことがあるので話は聞きますけど、話は聞き終わった後に、じゃあ最初にどうしようと思ったのっていうところから大体始めるっていうことをよくやってます。まあ簡単ですけど、はい、他の方はどうですか。僕は直後にはもちろん話は聞くんですけど、そこでは本当にちゃんと聞かないって言ったらちょっと語弊があるんだけど、うんうん、やっぱ少し落ち着かせてから、うん、冷静になってから聞くっていうのをまず、落ち着いた段階でちゃんと振り返りを聞くというのをまず最初に心がけているというか考えていることです。なので、まあ、直後はやっぱりさっきも吉田さんが言ったように、こうダメだった部分とか、ここがダメだったっていうのを中心にやっぱり話してしまうので、まあ、少しやっぱり落ち着いて、まあ、できれば僕はやっぱり文章に書いてもらいたいなと思っているんですけど、全体をこう振り返って、じゃあその場所は本当にその場所だけが原因だったのか、もっと手前に原因があったんではないかっていうことを全体として話を聞く、反省としてまとめていくっていうことをできるように考えてやってました。松澤さんなんかはどうですか、そのあたり。ああ、そうですね、まあやはり失敗したところが最初にいい話題になるっていうのはその通りで、そこは、うん、まあでもお話はしたいと思うんで、聞く側がそのまあ、オリエンティングって、難しいですよね、と。なので、失敗して当たり前で、できてるところ、できたとしたらそれはすごいことだぐらいの感じで聞くようにしています。まあ、自分自身も、先ほど言ったような熟成の方との情報交換から、誰かがやる失敗って誰でも起こし得ると思っていまして、まあ、そのあたりは非常にいい、貴重な情報だと思ってます。まあ、なので、すごく失敗に対しても、まあ、直そうというよりは興味深く耳を傾けるっていうことがありますかね。うん、はい、あと、いい点、タイム短縮を目指すのであれば、まあ、そのミスをなくしてロスタイムを減らすっていうのはすごく、まあ、一番やるべきことで、大きく縮むところだと思うんですけども、今、ラップも、出てますんで、ラップデータも出てますんで、あ、ここうまくいってますね、じゃあここのさらに速くするにはどうしたらいいでしょうかっていうと、それは新鮮な、その聞かれ方だったっていうように喜んでいただいたこともありました。はい、あ、ここもまだそうか、タイムの短縮の余地があるんだっていうことで気づいていただけたというところですね。はい、まあ、なので質問のバリエーションを自分が多く持っておくように心がけるってことですかね。うん、はい、うん、はい、ありがとうございます。小林さんの中にはありますか。あ、そうですね、あんまりそういうのも上手でない、私はうまくないですし、うん、ただまあやっぱりこれもさっき協力者っていうの出てきたんですけども、うん、周りのそういった協力してくれる方たちが結構まあ、いろんなところで生徒と接したりしてくれることもあったりするんで、僕の目だけじゃなくてですね、まあ、いろんな人の目で見て、まあ、なんとか多面的に見たりして、ね、それで、まあ、もし生徒、彼女や彼らがですね、どういうふうなところでどうなってるのかなってことがですね、やっぱり私だけでは全然わからないことなんかもですね、何人、そういう、ね、方たちと一緒に、まあ、話をしたりしてですね、それでなんか解決策みたいなのをですね、見出せればなっていう感じで、心がけております。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。戸所さん、いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。他の方で何か質問があれば手を挙げるか、チャットの方に書き込んでいただければ
と思います。どうぞ、いかがですか。はい、今日は、筑波大の方がたくさん来てるんで、ですけれども、当然ですね、小泉さんのコーチングを受けた人たちです。なかなかこういう場では言いにくいと思いますので、無理にとは言いませんけれども、もしね、なんかコーチをされることで、こんなところが良かったとか、自分ではできないこんなところが得られたとか、なんかそういうことをもし発言してくれる方がいると、きっと小泉さんも嬉しいし、僕らも別の逆の視点からね、見れるので。と思いますが、どうでしょうね。なかなか難しいですね。じゃあちょっと間つなぐと、小泉さん、はい、今回コーチした選手たちは、一旦インカレで一区切りですか、今回の指導は。うん、そのつもりですよ、僕は。はい、うん、個人的にはクラブに対しては一区切りだけれど、個人的にコーチを続けていくということはあるんですか。うん、永山さんは一応僕までという約束で受けているので、うん、夏までは分かんないですけど、クビになるかもしれないけど、やる予定です。それは楽しみ。ではインカレの結果を受けてもう話し合いなんかも始めてるんですか。長山さんとってことですか。あ、そう。うん、今度やる予定です。うん、はい。はい、ね。今回も来てますね、長山さん。うん。おめでとうございます。あ、そうですね。インカレリレーも素晴らしいタイムでしたね。あ、長山さん手が上がってますね。うん、じゃあ、長山さんお願いします。はい。こんばんは。筑波大学の長山と申します。はい、はい、どうぞ。リレーのコーチングをしていただいて、すごい、自分たちだったら厳しかったなって思うのは、やっぱりリレーって結構いろいろ事前の対策とかで結構決まる部分は多いのかな、うんうん、展開が読めない、自分で作れないっていうのがあるので、でそこを、すごい、11月ぐらいからチーム全体にやっていただいたことで、そのどういう状態でリレーが回ってもうまくいくことができたんだろうし、すごいやっぱり自分含めてリレーの日は緊張してたんですけど、その緊張の中でも空気に飲まれずにベストのパフォーマンスができたのは、やっぱり小泉さんのコーチングが大きかったなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、かなり終わったばっかりのことで緊迫感にあふれるコメントだったと思います。ありがとうございます。さて、他に手を挙げてる方はいらっしゃらないですかね。はい、そろそろ時間になりましたので、もしないようでしたら一応お開きにしようかなと思いますが、なんか講師の方で最後に言っておきたいとかありますか。あ、何かありましたね。YYS 桃井さん、小泉さんに質問です、スライドに記載されていたメンタルトレーニングとは具体的に何をされていましたかという質問ですね。はいはい。具体的にというと、リレーの、さっきも永山さんが話してくれましたけれども、例えば、後ろから誰々選手が来たらどうするみたいな、設問を出し合って、それを考えるといった具合のエクササイズをやったりしました。まあ、他にもいくつかあるんですけど、そんな感じのことをやってます。なるほど。それは僕の中ではメンタルトレーニングだと思っていて、はい、メンタルトレーニングいくつか種類ありますもんね。緊張感を下げるっていうようなメンタルトレーニングもあるし、今出てきたようなシミュレーションを通して認知力を上げるみたいなのもありますよね。そうですね。はい。はい。桃井さん、よろしいでしょうか。小泉さん、そういうのことに対
知識を深めるためにも JO のコーチング講座っていうのは役に立つんでしょうかね。ああそうですね、そこはすごく役に立って、そういう、なんだろうな、なんだっけ、ちょっと今パッと出てこないけど、うん、事例集みたいなのを読んだりする機会もあったし、うん、あとそのさっきにもちらっと言いましたけど、そのエクササイズ自体はそういう講習の中で別の、うん、なんだっけね、まあ、リスクマネジメントエクササイズに近いような、うん、別のなんだセミナーじゃない、うん、プログラムでやっていた手法を変えてやってみたっていった部分もあるので、うんうん、コーチの講習の中で得られた経験を応用できたかなと思います。うんうん、なるほど。ああ、なるほど。うん、もう一つ質問ですね。上尾嬉しいの重原さんですが、これも小泉さんへの質問かと思いますが、はい、リレーチームのコーチに関する際してチームとしての一体感や共通の目標作りが大事だと思うんですが、その点に関してはどうですかと。あ、そうですね、まあ、目標っていうのは先にあったんですね、うん、でそれに対して、手伝ってもらえないかという形でのコーチの依頼だったので、うんうん、そういう意味では、まあ、目標設定はあらかじめあったというのが答えになるんですけども、ただまあそれの実現可能性とかを探っていく中では、まあ彼らもどのぐらいその可能性があるのかっていうのを、つかみかねている部分があったので、そこを少し、まあ、僕もそんなに最近の学生のこの動向っていうか、誰が早いとかっていうのは自分情報としてなかったので、一緒に、そういった戦力分析をしたりしながら、結構、まあ、実際はやっぱり厳しいわけですよね、どちらも、なんでそこを、じゃあそれをどうやったら目標が達成できるのかっていうのを、まあ、さっきの話に戻っちゃいますけど、そのリレーの走り方といったところで、こういう走りをすれば勝てるんじゃないか、こういう展開ならいけるんじゃないかといったイメージを少し作っていきながら、でそれぞれの操縦の人がこのぐらいのポジションで帰ってくれればいいよねといったような話をして、それぞれイメージを作っていくといったところでは、全体として、まあそのメンバーだけじゃなくって、補欠の選手も選考に外れた、もともと選考の、なんていうかな、対象外ではないけど、そんなに自分が入るつもりではなかった選手たちも、意識した上でこう進めていけてるんではない、いけたんではないかなと思っていて、まあ、そういう意味では一体感のあるリレーチームになってたんではないかなと思います。はい、ありがとうございました。重原さん、よろしいでしょうか。では時間もだいぶ過ぎましたので、はい、ありがとうございましたということで、一応ですね、ここで、まあ、中始めということにしたいと思います。今日は最大多分48名ほど、参加しましたので、まあ、講師等も入れても、まあ、40人弱の40人強化の方が参加いただきました。どうもありがとうございます。また今後もいろんなテーマで、セミナーをやっていきたいと思いますが、まあ、ぜひ今日の、講習、セミナーでですね、コーチに興味を持った方は、まあ、いきなり JOA の来年度のコーチ養成に来ていただいてもいいですし、まあ、ここにいる講師の方々と、まあ、大会で会う機会もあると思うんですね。なかなかセミナー、こういう場所で聞きにくいこともぜひ、聞いていただければ、皆さんコーチ愛にあふれたコメントが返ってくると思います。そういうことで、今日のところはお開きにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。また講師の皆さんありがとうございました。